何か嫌な予感がする。珍しいわね、ここに来客が来るとは。これが異変だって思わないの？あまり私を責めないでもらえるかしら。私にだって目をつけられないところだって少なからずあるのよ。とりあえずこれを見てもらえる？どれどれ。今私らが見ループ主は大体イメージがつくでしょ。ですが、それが何だというのですか？あれはただの見せかけだよ。おそらくだけど、あれをおとりにしていると思うの。ということは、あれは本物ではないってこと？そういうことになる。それに万が一、暴走なんてことになったら、私らのロトも消えてしまう。でも、どうして？あんなに優しいループ主さんが、どうしてまた異変の核に。私もよくわからなくてね。それでも、私たちの誇り、憧れる存在。まさか、何か思い出したの？実はですね、4日くらい前だったかな。その日、一人の男がここに来たの。何よ、あなた。これは地底の主さんではありませんか？あなたにそう呼ばれる筋合いはないわ。まあまあ、ここで騒がれると困ります。おそらくだけどこの男が異変に関与していると思うの。私たちに手を出さない方がいいわよ。映像で君たちを見させてもらっているけど、隙だらけのようだね。あなたには関係ないわ。どうかな？その瞬間は突然来るかもよ。それでは、また今度。最終形態での対面を楽しみにしているよ。何の脅しよ。悟り様、どうかしましたか？ということなのよ。とにかく、警戒態勢をしっかりとって。そこは徹底していくわ。気持ちだけは伝えておこう。そういえば、どうしたの？もう？バレてきたか。まあ、もう少し見てみるか。ふふ、今日は私が思いを伝えに行こう。諏訪子様、今日はどこに行かれますか？教えない。え？これは守谷の神様ではないか。今、私を見てどう感じる？唐突すぎるな。まあ、恋をしている様子。そうなの。それでね、なんか面倒になってきたな。それで、お主はウプ主に思いを伝えるってことか？そうなの。それで、何かアドバイスしてもらえないかなって。申し訳ないが、私から言うのは少し厳しいな。それなら、コウマ館の魔法使いにでも聞いてみたらどうだ？そうするね。
わね。あれくらい魅力があれば、きっと選んでもらえるはずね。